うちに猫が一匹いるから、普段このついたてを飾ることはあのしないんですけれども、今日は皆さんにぜひ、ちょっと珍しい資料、ベタ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 貼ってある、この六曲二隻の屏風というよりついたてをあの紹介をしたいと思います。猫があまり近づかないように気をつけながら、今日え動画をえ作っていこうかなというふうに思います。 私が数年前に手に入れたこのついたてっていうのがあんまりこうなんか装飾性がないっていうよりはもう文字だらけなんですねいや面白いと思う人は面白いかもしれないしでもなんか文脈がわかんないとこれがなんじゃっていう風に終わってしまうかもしれませんで実は、えー、ここに貼ってある一枚一枚が1830年代前半、ね、1834年頃までに 江戸で開かれたアーティストたち。まあ、当時の言葉では文人と言いますが、文人たちの介護の、えー、招待状、えー。江戸時代の言葉では引き札というふうに、えー、呼ぶわけです。で引き札というのは、まあ、今で言うと映画のフライヤーみたいなもので、映画を見終わったら、まあ、プログラムは取っておくけれども、フライヤーは捨てますよね。まあ、僕はよっぽどの あの、すごく面白い素敵な展覧会とかコンサートとかそういうものじゃない限りはもう翌日からそれをあの、リサイクルにあの、入れていくわけですけれども、江戸時代の人たちも結構それはまあ、際物というか、もう読んで使ってすぐしてるものだったわけですが、実は結構注意深く見ていくと残ってます。で僕はあの、まあ若い時から、 そういうこの会のことに関心があって論文をいくつも書いていることからこういうものが世の中にあるということを分かってずっと集めているわけです。主催者がじゃあ何月の何日に会を開きますと決めたときにまずどこでやるかということを考えるわけですね。で一つはお寺。まあ、広い空間、公共性が高い空間がお寺であったり神社であったり。あとは近世後期に入ってくると 街の中に料亭が、まあ、料理屋と言うんですけれども、料理屋がいろんなところにできていて、特に景勝地、江戸ですと、隅田川のほとりですとか、田子山の上ですとか、まあ、高輪あたりの、このちょうどこの、まあ、海が見える綺麗な景色、風が吹き抜けるような場所。そこに料理屋があるわけです。その2階の広座敷を、 例えば40畳とか5畳、0畳とか場合によって100畳ぐらいの広い空間があってそれを借りるんですね。で、じゃあ場所を借りた。で、何をするで、それがその人の、まあ、主催者の趣味であったり技能によるわけですけれども、画家であれば、えー、仲間の絵描きたちを集めてその日集まった人たちの前で 絵を描かせる。書家であれば、えー、書道がすごくやっぱり上手い人たちが 4,、四五人、部屋の中にこう配置をしていて、畳の上でこう、ひたすら字を書描いてみせるんですね。これは、えっ、ー、と、詩人でも、それから今のハンコを掘る職人ですね、天国家。そういう人たちも、実は人の前で、これ実際にこう、ハンコをこ掘ったりするというようなことを、 ちょうど19世紀の初めぐらいから江戸で書斎の中で工房の中でこもってやるんじゃなくて不特定多数の人たちの前で、まあ、自分の芸術、自分の表現を、えー、実際に作ってそして人にそれを見せる見せるだけではなくて、えー、オンデマンドでそこに、まあ、その会場にやってきた人たちが今描いている絵を見てこれはいいなと思っていや僕も私も 今子供が7歳になったからちょっとお祝いにとか、これから旅館をあの開業するからやっぱりお客間に使いたいとかっていう、そういう芸術を手に入れる人たちがちょうどその時代増えてくるんですね。それから若い人たちがそこにたくさん入ってくるわけですから、自分もやっぱり絵を描きたい、詩を作りたい、えー、書家になりたいっていうアーティストの卵たちが結構そこに集まって自分の師匠とは別の 作り方を学ぶことができるわけですね。まあ日本ではやっぱり見てな、盗む。背中から盗むとかという言い,言い方が昔からあるわけですけれども、まさにそういう人材育成の場にもなるわけです。で、こういうあの、一枚一枚のこの、えー、引き札、招待状というものが、もともとどういう状態だったかということをちょっと見てほしいと思うんですがで、古本屋さんとかで集めてはいるんですけど、もともとはこういうものをですね。 これは今の群馬県、神戸の国で行われたものですけれども、まあ、こんな感じで来るんですね。多分これが、えっ、ー、と、巻かれていたり、折れ目が、あの、ついているので、多分これは、こういうふうに手紙、昔は手紙はこういうふうにして折って、封筒に入れて、えー、渡していたりするというような、まあ、こういうすっごく軽い感じで、えー、世の中に回っていくわけです。 これは全部、あの、出版物、えー、なので、たくさん釣れるわけですね。田舎でも、えー、都会でも、いろんなところでこの同時代、これを作ってるわけですが、今回、えー、紹介するこのつ、えー、いたてというのが、1839年に、こういう会の運営に関わって、自らも、えー、そこで書を書いたり、あるいは会の主催者になったりしていた一人の男が集めて、で、その その手元にあったものが全部一括して、えー、残っているという、ちょっと奇跡に近い、あの、ものなんですね。で、今の話、えー、どうしてそれが一人の、えっ、ー、と、江戸時代のこの街の中に住んでいる人の手元に全部寄せられたものだっていうことはわかるかというと、実はこちらの方に見てほしいんですけれども、ここにあの、表紙が一枚書かれて、い、え、ま、ー、います。まあ 今の企画で言うと B4 版1枚ぐらいのちょっと厚手の紙がペタッと、えー、貼ってありますけれども、えー、この人登場、えー、近代と言うんですけれども登場近代の実質で、えー、筆と墨で自分で色語つまりこれがどういうものかということを自分の言葉で自分の字で記録を残してくれているわけですねまず、えー、形からするとこれは そもそもこのついたてに貼るためのものではなくて、これ一冊のスクラップブックだったっていうことが推測できます。もともとはこういう、あの、これが江戸時代に作られた、これにちょっと似たようなスクラップアルバム。もともとはおそらくこういうふうに、スクラップに一枚一枚、 へーへー作って、取ってたと、えー、考えられるわけですね。この中に明治時代のものも混ざっているわけですけれども、こういうものを剥がして、まあ、ついたてに、あの、作っているわけですが、タイトルが、商用計六冊第一種と書いてあるわけですね。商用、焦げるに余り。つまり、えー、何かが焦げた、何かが、えー、燃えた後のことです。 実はこの登場近代という人は、江戸の、えー、市中で暮らしていて、儒学者ではあるけれども、どこの藩にも、えー、勤めず、宮遣いをしないで、街の中で、まあ、いろんなその雑収入を得ながら暮らしていた知識人だったわけですね。で、彼の家が、天保5年、えー、1834年に一度燃えるんですね。 で、まあ、えー、完全に焼けてしまって、彼がそれまでに、まあ、気づいた蔵書とかもいろんなもう大切なものがそこで破壊されるわけですが、この商用というのは焼け残ったとっいう資料なんですね、という意味なんですね。で、焼け残った鶏のあばら骨、ね、経、え、録、ー、と書いてあるんですけれども、この経録というこの今使わない言葉ですけれども、江戸時代の人たちは時々この使っている言葉で、いらないもの。 鶏にとって油骨はいらないっていう、あの、ことで、いらないけれども捨てるのももったいないから、取っとこうっていうような、まあ、そういう意味なんですね。ただ一枚一枚は別に意味は彼にとって価値があるわけではないし、お金に換えることできないけれども、なんとなくずっと取っていた。しかも、この火事が起きた時に、周り、 一面がもう本当にもう焼き出される大変なあの災害だったわけですけれどもそれを多分長持ちの中に他のものと一緒に入れて逃げていた自分にとってはやっぱりそれなりの意味があった資料だったということがわかります産業で漢文の文章を書いているわけですけれどもどういう経緯でこの資料をこういう形で整理したかということが書かれています 天保十年、紀害の正月、元旦、雨、四、えー、日に至るも晴れず、えー、扉をいずる、あたわず、すこぶる、生涯をう、よって、腰、えー、を指定に検し、えー、この札を終定す、と <laughs> いう、まあ、書き下しができるわけですけど、何を言ってるかというと、保十年0年、1839年の正月。彼は侍なので、 えー、お抱えじゃなくても結構挨拶をしないといけないんですね。侍であれば、元旦から。でも、元旦から4日まではずっと雨が降っていて、一歩も扉から、もう一歩も,もう踏み出すことができないぐらいの大変な雨だったわけです。えー、この状況を私は、えー、裏を取りまして、えー、実は江戸はその日は大変な、この正月、大変な雨が降っていて、彼の 住んでいた目の前に堀があって溢れた水が出るという結構ちょっと軽い水害が起きるぐらいの大変な雨だったのでとにかく家にこもってすることはなかった暇だったので、まあ、古い籠とか箱からこういう保護紙のようなものを取り出してこの一冊を作ったということが書かれているわけですね 1834年、彼の家が焼けたことを、ところを加減にして、えー、一番そこから、こう、遡ってどこまで行けるかっていうことを見ていくと、多分4、5年ぐらいですね。つまり、1830年代、天保のその時代に入ってから、江戸でどういうアートイベントが行われてたかっていうことが、ここに、タイムキャプセルのように、 残されているということがわ、えー、かります。これちょっと一つ、ちょっと一緒に見ていきたいと思うんですけど、これ手書きで書かれたものですが、文帳と書かれているんですね。文帳といえば、えー、今でも、まあ、日本、江戸時代を代表する画家、谷文帳のことですね。えー、文人画家ですけれども、谷文帳が、えー、11月の9日、えー、新しい家に引っ越したので、その、まあ、 英語で言うハウスワーミングパーティーですね。そのみんなをやっぱり家に招いて、そこで絵を描いてみせますっていう招待状なんですね。まあ家で行うのでそんなにたくさん何百人もあの来られては困るということもあって、これは印刷ではなくて手書きで書いているんですね。ですから多分これはちょっとプライベートな少人数の集まりだったということが考えられるわけです。 ラヤにはいろんな種類があって、それぞれ創意工夫を、えー、凝らしているわけですけれども、一つ面白いなと思うのが、人間が描かれているものが結構あるんですね。 で、人間が描かれてるっていうのは、まあ今で言うと、例えば芝居とか、コンサートをやるときに、その舞台がこうまだ練り上がる前に、舞台写真を作ったりするわけですよね。その役者たちがその衣装を着て、こういうものになりますよっていうことを写真にして、フライにして、まあ発表するわけですが、同じように、こういう会のときに、これだけの人たちが集まる、こんな雰囲気になりますよっていうことを事前に、 書き込んで、そこに出てくる登場する人たちのペンネームですね。一人一人のその名前、アーティストの名前を書き込んでいくわけです。ちょっとどうしてこういうことをしているかっていうと、う僕ずっと考えているんですけれども、これ一つは、まあ、例えばこれ毎月12日、えー、これ、あたごさんの、麓、えー、もう、の近いところのこうお寺で毎月定例会としてこれをやってるわけですね。だから毎月いつでも、ま、10人、 出席できますよ。入場できますよっていう。で、えー、ここに値段が書いてありまして、1問目の入場料がかかるということが、銀貨1問目ということは、ま、千数百円。それが全部もうこれだけが分かれば、行けるわけですね。例えば、江戸の外にこれが持ち出されて、あのー、群馬とか北関東のどっかに、その、これ持ち帰った時に、次に江戸に行った時に、この、 日付が合えばそこに行けるわけです。だけど、こういう場に、やっぱ足を踏み入れるということは、まあ今でも多分結構勇気がいるというか、こう決意をしないといけないわけですよね。で、なので、いや、こういうあの場面、こういうことが繰り広げられますよということを可視化させることによって、まあウェルカムというか、そこはすごくフリーな場であるという、まあそういうこうイメージを、 えー、作っていくことができるわけですね。で、実はこういう、まあ私は座敷図と読んでるんですけれど、この群像が、えー、たくさんいろんな、あの、こういう招待状とか、この会について何か描くときに使われるわけですね。あ、これが、天保6年に江戸で出版された小説ですけれども、この小説を書いた人が主催者でもあったわけですね。で、こういう江戸の自分の家で、 毎月25日に会を、こっちの方が12日なんですけれども、25日に毎月自分の家でこういう会をやってるということ、自分の作品の頭で口絵としてすごく豪華な多色ずりの絵として、口絵としてあの描いてるわけですね。これは実際のこの会合の記録というよりも、こういうイメージでやってますよということを、 実在人物、ここに出入りをしている、まあ、一流の、まあ、文人たちの名前が、えー、書かれているわけですね。こういったものがですね、まあ相乗効果を持って、えー、インディーズ、まあ、つまりゲリラ的に、まあ、江戸の街の中でいろんなところ、いろんな場所で普段こういうことにアクセスをしない人たちの目にも耳,耳にも入るように工夫をしているということがわかります。もう一つ工夫。 がありますけれども、ここにさらにたくさんの人たちが描かれている、えー、引き札が1枚あります。あこれ文字を読むと、えー、ここに75人が書き込まれているということが書かれているわけですけど、ちょっとすごい、もう全然ソーシャルディスタンスをとっていない、本当に膝をギュッギュッってこう詰めて、男も女も老いも若きも、 それから、えっ、ー、と、侍らしき人もいれば、町人、あるいは僧侶のような人もいて、本当に身分と性別、年齢を超えて、たくさんの人たちが一つの部屋に集まって、ここにこう白い紙を広げて、一人の人がちょうど筆を下ろそうとしている場面が描かれています。昭和歪水、昭変北西。昭和歪水。ここに、 え、原本があるわけですけれども、諸賀歪水という書物が店舗3年に江戸で出版されるわけですけれども、その観光を祝う会、つまり観光出版記念会ということを、この諸賀会という形で行うということがここで報告されているわけですね。この諸賀歪水というのは書とか絵とか まあ、つまりアートを作っている人たちの、まあ、英語で言うダイレクトリーですね。まあ、つまり名鑑、誰がどこに住んでいて何をやっているか。その評判がどういうものなのか。批評がここに書かれているわけですね。そういうアート情報を詰めた書物を公開するのにアートイベントを企画して、にぎにぎしく。 というか、賑やかにやっていくということが書かれているわけです。一番後ろに一人だけが、えー、立ち上がって、こういうふうに伸びをしてるんですね。名前を見ると、実はこのついたての資料を全部集めた登場近代、その人なんですね。だからこれを集めて、この残してくれた登場近代が実は張本人。 えー、こういういろんな会の裏でこう実際に組織をしたり、えー、持ち上げたり、えー、運営をしたりしていたということがこの記録をずっと見ていくとわ、えー、かりますこれから週一でニュースキュレーションワントピックを届けてそして深掘っていこうと思っていますので、えー、見てみたい聞いてみたい関心のある方 ぜひこのチャンネルの登録をお願いします。